どうもカナリアでございます。どうもどうも吉本の水島ひろです。自分で言うなって。あやかも連れてきてます。いや僕あやかの様子ないですけど。さあというわけでございまして、なんとルミネ座吉本が10周年を迎えることになったということでございます。おめでとうございます。すごい。いや初めて僕らが舞台に立ったのが約250年前ですか。いやそんな前からおれへんよ僕たちも。10周年ですか。ルミネもないですし。なるほど。10周年でしょ。5年ぐらいになりますかね。僕ら立ってね、でも6年とか5、6年ぐらい、まあ、そうですね。でももう初めて立った時はね、ここがもう東の笑いの殿堂だっていうことはもう大阪時代から聞いてたんで。そうですよね。ルミネ座吉本非常に緊張して、ね、一切受けなかったのを覚えてますけど確かにずっと滑りっぱなしね。ようやく最近でちらほら笑いも取れるようになってきたということで。本当ですね。ね、立ちましたね。いやよかったよかった、本当にね。これからはねもう本当にもう365日やってますから、やってます。そして僕らも300日は舞台に立てるように。めっちゃね立ちますからね。はい、ぜひぜひ皆さんも見に来てください。はい、というわけでございまして10周年本当におめでとうございます。やりました。怖え。